久保さんあの植物を買ってきましたこれがね名前なんだっけなちょっと待ってくださいえっ、ー、とフェカスベガベンガレンシス、はい、フェカレンシス ベンガ難しいな <laughs> という名前ですフェカス・ベンガレンシス買ってきましたこの葉っぱがねちょっとねかいいんですようんまあ何が言いたいかというとあのまあこれねあのネットでいっぱい出てるんですよ例えばこのフェガス・ベンリスの風水花言葉 じゃあ花言葉何なのかとかね検索もされてるしあと育て方、えー、育て方水やりの仕方あ,あのー、うん,なんかまあもう関連キーワードいっぱいあるんですようんだからねあのー、これでもこのなんか観葉植物一つでも稼げるっていうね <laughs> まあ稼いでる人は もうそれのブログを作ってるわけですよで僕は調べてそのブログにアクセスして、まあ、広告が出てくるみたいなね。<laughs> うん。だこれもなんだろうな、その、まあ、前回も言い,前回言いましたけど、見えるものが見えるようになったっていう。例えばね、ネット検索するじゃないですか。見えますよね。ネット検索しません ?Google で検索したことあるでしょ見えてるんですよ。 で見えてるけども、もう見えてないんですよ。何が見えてないかっていうと、あこういうキーワードをで検索されてるんだ。まあ、俺もしたな。じゃあ、その検索結果に対して、このブログはこうやって作り込んでるんだな。あこういう広告をやってるんだな。アドセンス広告やってるんだな。もしくはアドセンス広告じゃない広告やってるな。<laughs> A8 やってるなとか、見えてるんですよ。今まで普通にスマホで検索したりとか、なんだろうな。<laughs> <laughs> ネット見るじゃないですか <coughs> で見えてるんだけども見えてないんですよ今まではでもこういっぱいやってきたことによって見え方が変わったっていうなんだ,だろうな例えばこれ心理学でもありますけど今日赤色を見て赤色を意識して赤色を探しましょうみたいにすると今まで通同じ道を通ってるんだけども見てるはずなんですよ、ね、同じ道なんだからでも赤色ってなると 赤色のあ,あそこにも赤あるみたいになるわけですよね。うんだからなんだろうな、見え方が変わ見えてるんだけど見え方変わるみたいな。だからこれやってないと分かんないですね。うん。まあこっち側になって、こっち側になったらこっち側の見え方があるわけですよ。だから例えば、従業員しかやったことがないんだったら、従業員の見方しかしできないんですよ。でも社長もやったことがあるんだったら、社長の見方もできるんですよ。分かります <laughs> だからこれはね、 非常に良かったなと思います、ね、いろんなものの見方ができるようになったじゃあいろんなものの見方ができるようになるとどういうことができるようになるのかっていうと人生よりよく生きれます何で人生よりよく生きれるのかっていうとうんまあ嫌なことがあっても見方を変えられるんで嫌なことの現象は変えられないけども見方捉え方を変えることができるんで,でそうすると何だろうな乗り越えられるんですよ乗り越えられたりとか気にしなかったりとか うーんスルーしたりとかまあいろんな解決ができますいろいろな解決がだけどこれそこしか見えなかったらねなんか見えてるものしか見えてないちょっと伝え方難しいですけどまあそれだったら例えばそのうーん失敗イコール成功っていうことを見えてるんだったら失敗に対しての捉え方も変わるだろうしでも失敗しか見えてない だか僕からすると失敗イコール成功なわけですよなぜならば成功してる人で一度も失敗した人が一度も失敗せず成功した人がいないと僕は思ってるし見てきたしだつまり失敗イコール、うん、成功だけど失敗しか見えてなかったら何だろうなあの、うん、失敗が怖いですよね挑戦が怖いですよね <laughs> うん、な,なんだろうなちょっと、まあ、うまく伝わってないですけども、うん まあ、見え方捉え方が変わると無限ですねもう無限に稼げますだこれがね本当にやっててよかったなと思いますよ僕は、うん、これやってなかったらこの見方ができないですよ久保さんもパンを,パンを食ってあ商品売れるんだパン食っても塾売れるんだってこれやってる側じゃないと分かんないですからね、うん、だから僕も やってて、まあ、今年なんかお年玉お客さんから入金もらいまして、すいません、息孫と同じ金額ですいませんっつって、1万円お年玉入金してもらいましたけど、お年玉この年になってなんかもらえるっていうね、しかも会ったことないですよ。そのお客さんに一度とも直接会ったことないんですけど、<laughs> 商品も売ってないのにねあの、お代官様みたいな、1万円入れときましたみたいなねで。今日もね、今日もライブやったんですけど、スパチャ入りましたし、 これもやってなないいと分かんないですよねえただライブやってるんですよ。でなんかお金が投げられるみたいな。すごいなんですかお金投げてくれるんですよ。<laughs> お金投げてくれるんですよ。すごくないですか、うん、でもやってないとなんだろうな。本当に分かんないですよね。うん、だやればやるほどやった分だけいろんなのがあ分かってくるし。うん だから、だからもっとできるし。やらないと見えないから。まあ、見えてるけど見えないし。だからね、まあ、久保さんも多分、その次元にいると思いますけど、もう全部自己実現できるっていうね。この、もうちょっとね、うまく説明できないけども、まあ、全部自己実現できるんですよ。ほぼ。ほぼね。ほぼ全部自己実現できます。これは。本当に。 不思議なことで本当、うんまあ、にぶっ飛びすぎてるとダメですけどね、まあ、宇,宙宇宙行きたいみたいなね、まあ、それ100億円ぐらい50億か100億ぐらいでないとダメなんで、まあ、そこはちょっと難しい、まあ、久保さんも100億稼ぐのはちょっと難しいと思うんですけどなんかそのなんだろうな僕が言ってる月収100万とかね月収30万とかその20万とかは自己実現できます <laughs> そういうものの見方ができればね でもその上場企業を作るとか年商100 1,000億の会社作るとかちょっとそれだけまあ他の要素も必要だと思いますけどまあ自分で自由に暮らしていく分に関してはうんまあほぼできますねうん、はい、ではいってらっしゃい